ヒデさんのドアです、暑さが引いてきた8月のなんかね、松坂に出るんじゃないかという噂だっておりましたけれども、まさかの本日発売となりました廃校機、36リッタータイプの冷温庫、UL18DE 来ましたので解説させていただきます。よろしくお願いいたします。今までね、散々冷温庫話っていうのはしてきましたんで、まあさすがにお腹いっぱいだという方もいらっしゃるかと思いますんで、まあ要点だけをちょっとかいつまんでお話ししようかなというところですけれども、ちょっと今カンニングペーパー作ったら、結構な枚数になってしまったんで、おそらくね30分で40分だになってるかもしれない。はい、じゃあ行こう、さっさと行こう。はい、というわけで、全部で4種類出ました。横並びで画角が収まらないからこれだけ重ねちゃいましたけれども、10.5、18、25、36ということで4種類発売となりました。今回なんといっても、最大の特徴、はい、蓋開けていただきますと、はい、こちらですね、3室使えるようになったというのが一番の特徴でございます。で、今までの機械は、まあ、2室だったんですけれども、マイナス18度と、0度とかね、0度と60度とかっていうんで、最大この左右の部屋の温度差っていうのを60度までですよっていうのをやっていたんですけれども、真ん中に1部屋挟むことによってマイナス18、0、60っていうんで、左右の個室差78度いけるようになったというわけですね。まあ、どんな場面で使うんだっていうのありますけどね、キンキンアイス、冷え冷えジュース、熱いコーヒーっていうんでね、3部屋使い分けることができるという形でございます。容量がですね、8リッター、8リッター、15リッターっていう形になってるんですけれども、まあ、ここを抜いていただいて、2部屋で、まあ、ここだけねすごく大きくしようとか、まあ、8と8くっつけて16、15っていう風に、分けるとか、まあ、そういった使い方ができますと。で、先ほど、まあ、78度差できるよって言ったんですけれども、まあ、例えばこれを抜くことによって2室モードになるじゃないですか。2室モードにすると60度差までしかできませんので、ここはお気をつけください。まあ、60度差でもすごいですけどね。はい、まあ、そういった感じになってます。10.5 リッタータイプの DD から、新しく備わった機構なんですけれども、今ですね、じゃあここの、まあ、3部屋今数字出てますけれども、じゃあ、46度、マイナス3度ってなってますけれども、まあ、46度マイナス3度ですよね。ここのちょっと数字を見ててください。私仕切り板抜きます。はい、抜くと今消えましたよね。1個0度になってるんですけれども、この仕切り板を抜き差しするだけで、次ちょっともう一回入れるんで、ここ見ててください。入れるとふっと今3部屋になりましたけれども、まあ、入れる出すで、これだけで、自動検知してですね、あの2部屋モード3部屋モードが、切り替わるようになりました。これがついているのは一番小さいのと一番大きい、今回発売したこれだけとなります。で、ちなみに今この自動検知モード、うぜえと、いちいち切り替わるんじゃねえという方はですね、セレクトボタンだったかな、これを長押しすることによって、ピッピッてこの仕切り板のところがこう点滅してますけど、こうすると外しても、3部屋モードのままですね。はい、っていうんで、自動検知、うぜえぞと、オフにしろということもできますんで、このボタン長押しで切り替えてみてください。で、私以前ですね、この自動検知どうやってるんだよっていうのをちょっと話したことがありまして、まあ、今2部屋モードになりましたよね。で、刺すと、まあ、3部屋になるんだけど、ここになんかいるのかって言ったらボタンがこうあるわけじゃないんですよ。何かに反応してるのだから、買い物袋とかを入れたら検知しちゃうんじゃねとかっていうのを言ったんですけれども、まあ何をこう手当ててもダメだったんですけど、ごめんなさい、結論から言うと、これどうやらこのね、2枚目って書いてあるここに磁石が入ってるらしい。この磁石に検知させて、まあ、この冷温庫のこの辺でしょうね、なんかこの辺に入ってるんですよ。で、検知するという形だから、これ鉄粉とか入ったものを入れると誤認しちゃう可能性があるんで気をつけろっていうのが説明書に書いてありました。あとは今気になったのがこれ2って、昔こんなはっきり書いてなかったんですよ。ほら、旧型のやつは書いてない。これなんでかって言ったら、
今これ2部屋モードになってるでしょ。これを例えばこれ1、2って順番に刺せって意味なんだけど、これ試しに2から入れますよ。2から入れると2、1、あ、2、1入れるとそもそもここの蓋が閉まらなくなってるわ。で、しかもこれかつ今3部屋反応してないですよね。うん、あ、蓋も閉まんないから間違ってること気づくわ。まあ何がしたかったかっていうと、とにかくこの2枚目の、まあ、この辺のどっかに磁石が入ってるんで、まあ、入れる順番気をつけろよということですね。はい、何回もすいませんでした。よし、はい、ボディサイズに関して、3台高さが一緒なのはよくわかりますね。小型のだけちょっと高さが低くなってます。次ちょっとカーブしててごめんなさいね。ワイドも、3台は一緒、小型機だけちょっと、狭いという形になってますね。はい、というわけで今ここで、見ていただいている18、25、36っていうのは高さと幅一緒だったんで、この長さだけドンドンってこう大きくなったような形になってます。2リッターペットボトルが縦に4本入ります、6本入ります、10本入りますっていう感じで、でかくなっているという形。 10.5 リッタータイプのこっちだけ、まるっとサイズが小さくて、600のペットボトルが縦に9本入るというサイズ設計になってます。はい、次温度設定についてなんですけれども、廃光器は左右の部屋の温度差が60度にできるよっていうのを最大の特徴としてます。他社さんはまだそれができないなんだけど、一番小さいこの子だけは、左右の温度差が30度になってます。で、60度設定できます、リニューアルチェンジして60度できるようになりました。でこいつは60度なんだけども、本気出すと78度できるという形ですね。はい、次、付属の電池について、どうやら廃光器さんはですね、この先本体のみという設定をなくしていく感じになりそうです。で、じゃあ、どの機械買ってもフルセットで電池が付属してくるという感じなんですが、現在2023年7月12日現在、ちょっとこれややこしいので、詳しく説明させていただきましょう。まず一番小さい冷温庫、こっちは新型の 2.5 アンペア電池が付属してきます。18リッタータイプは旧型の4アンペア電池で、ちょっとね、こいつも今リニューアル前のやつ見せちゃってるんでややこしいんですけれども、UL18DBA っていうリニューアルした25リッタータイプは新型の4アンペア電池でしょ。で、こっち新しい36リッターも新型の4アンペア電池ってことで、全部ちぐはぐ、早く一緒にしてほしい。はい、じゃあちょっとわざとらしくですけれども、マキタさんにはない、充電機能を備えているっていうのが、最大の特徴でして、気になる充電時間なんですが、 2.5 アンペア電池だったら2時間15分、4アンペア電池であれば、3時間40分で満タンにできますってカタログに書いてあるんですが、じゃあ、まあ 100V 引っ張ってきましたって言って、まあ、冷却だったり、まあ、温めるだったりっていうんで、まずはその冷やす、温めるっていうところに電力を全力でわーって注ぐんですよ。で、まだ、ね、その 余ってる電力、まだ余分に使えるよっていう電力で充電の方に、電力を注ぐんですけれども、炎天下の中でガンガン冷やすモードにしてるとか、車のシガーソケットで使用しているんだけれども、ちょっと車のバッテリーヘロヘロなんですとか、そういうあの特殊な場面、とにかくその来てる電源弱えよっていう時は、この充電時間が今2時間だ3時間だって言いましたけれども、この充電時間がぐっと、伸びてしまいますんで、まあ、そこはお気をつけいただければなと思います。ちょっとここで補足なんですけれども、この25リッタータイプって、2年前、3年前かなに出たんですけれども、今回まあ DBA っていうリニューアルしたモデル、まあ、引き続きこの新型モデルっていうのも全部充電機能ついてますけれども、この旧型に比べて、全機種充電時間が早くなりました。まあ、ちょっと補足でございます。まあ、今買う人は安心して、どれ買っても早いということですね。1充電あたりの運転時間がこちら。これパッと見て見方わかります？ちょっとね、私も今人悩みしたんですけれども、
新型にしましょう。環境温度、まあ、今のこの外の暑さですね、30度ですっていう日とか、あとはまあ0度の日でもいいか、0度の日ですっていう日は、30度だろうが気温が0度だろうが一部屋モードだと4アンペア電池でこれだけ持ちますよって書いてあります。じゃあ暑いは30度って日に3室モードですね、それぞれの部屋の温度をなんかちぐはぐにしてるようなモードにすると、まあ、2時間45分ですよとかっていう感じなので、まあ、ジュースのその0度モードっていうんですか、5度モードでもいいんですけれども、そのモード冷蔵モードを使うんだったら4アンペア電池1個でもいいかなって思うんですけれども、冷凍とか保温をしたい方は4アンペア電池2個ぶち込んでおかないと、まあ、なかなか1日使うのは厳しいからという感じになってます。本体質量、こちらのリストご覧ください。ね、36リッタータイプっていうのはさすがに、20キロ超え重たいですね。でかつここに、ね、36リッター分なんかいろいろ皆さんぶち込むわけですから何キロなんですかね、40キロ50キロですかとかってなると思うんで、まあ、非常に重たいんでね、まあ、よいしょって一人で持つのは大変になってくると思います。はい、次、標準付属品について、今までは、開けていただくと、これか、はい、こういうバスケットっていうこの網網が入っていたんですけれども、はい、新型開けていただくと、クリアトレイっていうこういったものが入るようになりました。付属品変更ですね。ちなみに、バスケット入ります、横幅が一緒だから入りますね。素晴らしい。で、クリアトレイはもちろんこっちには入んないんだな。入れたかったら仕切り板取れよと、はい、こういうことですね。ちなみにこのクリアトレイはじゃあこっちがいいか、15リッタータイプのこっちにはやっぱ入らないけど、外すとまあ入るとかね、25リッタータイプの方はまあこのまま入るとかね、ああいいんじゃないですか、はい、これなかなか見せないと分かりづらいところなんで、はい、このクリアトレイは別売りでやっております。はい、あともう一点、標準付属品に関してなんですけれども、小さい子たちにはショルダーベルト、まあ、肩で背負うことを想定して、ショルダーベルト入ってるんですけれども、一番大きいこれ、さっき40キロだなんだって言いましたけれども、さすがにこれ、ショルダーする人いませんね、というわけで、こっちにはショルダーベルトが入っていないという形になっております。と付属のアダプター、これ今回も車 OK だし 100V も OK なんで、はい、このシガのケーブル入ってるし、100V のケーブルも入っているという形になってますね。まあ、そんなわけで廃校機ユーザーじゃなくてもいきなり使えるぞっていう形になってます。というかあれか、電池フルセット品で電池が1個ついてくるんで、結構ねこの冷温庫きっかけで廃校機ユーザーになったって方がいますよ。はい、ちょっとねアダプター話があったんで補足をしようかな。新型のアダプターが見た目そっくりなんですけれども変更になりました。変更になったって言っても大したことじゃないんで、いかもの見せなくても、見た目一緒のアダプターなんだけれども、ここのね、差し込み口のちょっと切り込みが少し形が変わってて、一番大きいやつすげえパワー食うんでちょっといいアダプターが入ったんですよ。でその新型についてるアダプターはどれでも使うことができる。で注意点、今まで俺これら持ってたぜって言ってこの子たちについてたアダプターがあいつに使えないです。それだけ気をつけてください。家用とね、現場用とつってアダプターをこうそれぞれのとこ置いとこうとかっていうと旧型のアダプターがあいつに使えない、気をつけてください。あれを買った人は全部使えるっていう新アダプターになってます。はい、じゃあ次、装備についてなんですけれども、まあ、今ちょっとここからねニョロニョロってこうシガーソケットねんを引っ張ってるような形になってますけれども、一番小さい 10.5 リッタータイプは USB の C と A の出力がついてる。で、他の子たちは、今の C と A っていうのは全部ついてるんですけれども、シガーソケットの出力がついてるついてるついてる、これだけついてないという形になってます。ちょっと何度も言うようですけれども、今見ていただいているこれついてねえじゃんっていうツッコミあると思うんですけれども、すいません、これリニューアル前の UL18DB なんで、
今の新型 DBA だったら、全部装備してますという形なんでご安心ください。でここ、補足でございます。シガーソケット電源をこれ使うよっていうこういう時は、ここにシガーソケットのその 12V っていうボタンがあるんですよ。だからこれをピッて押すとこいつが使えるようになるっていうんで、ただ挿しただけじゃ使えないんでご注意。でもう一点、 12V モードピッて入れると電池の充電が止まります。これも注意。で 100V 引っ張ってきて挿してあるのになんで充電しねえんだろうって思ったら、この 12V モードをオフにしてやってください。オフにしてやると、充電が始まるとかっていう形になると思うんで、この辺注意でございます。でさらにもう一個これもあんま余計なことばっかであれでややこしいんですけれども、シガーソケットからのこの電源っていうのは電池から引っ張ってます。電池が刺さってないとこれが使えないということですね。電池を2個、これ今刺さってるからややこしいんだな、はい、で電池を外した状態、今 100V 電源引っ張ってあるんですけれども、この状態だと 12V 電源使えない。この辺もねいろいろとややこしいんですけど大丈夫でしょうか。まあレオン個買ったらフルセット品なんで電池最初1個ついてくるじゃないですか。だからおそらく皆さんもここにぶっ刺しっぱなしだと思うんですよね。だからあれ 12V 使えないじゃんとかっていう場面は、まあ、ほぼほぼないと思うんですけれども、一応そんなからくりがありますのでお気をつけください。まあ、とにかくこのシガーソケットがついてるっていうのが非常に素晴らしい。廃校機からはあのケトルっていうやつしかね発売してなくて、まあ、今ここにこうブラーンってこうドリンクホルダーありますけど、ここにケトル挿してでこれビュッて挿しとくとここでお湯を作れるぜとかっていうのがあるんですけれども、カー用品店、まあ、Amazon でもいいか、 Amazon で、まあ、シガーソケットなんとかとかで調べると、まあ、電気毛布が出てたりとか、あとは扇風機とかですかね、とにかくシガーソケット製品っていうのが全部ここで使えるわけなんで、ね、キャンプで最高じゃんみたいな、そういったシガーソケットだからね、この今一番ちっちゃい DD、 これシガーソケットなくなってふざけんなよってみんな思いましたよね。なんでか なんで取ったんですかね。はい次、感動した蓋のお話。機械に優しくない締め方をして申し訳ございません。ここではいはい、まあいいや、何回もやると壊れちゃう。はい、こういった締め方になるんですけれども、ほい、じゃあなんと新型はなんかマキタ風になったのかなっていう、マキタの大きい冷蔵庫知ってます？ちょっとこうあんまり危なくないようなこう柔らかい締まり方に変更となりました。これ素晴らしいですね。あともう一個、ね、私があの地味にムカついていたというか、まあ、ムカついてもないんだけどね。はい、いきます。じゃあここあの、はい、じゃあ皆さん、はい、こう取っ手を持って、まあ、ゴロゴロ転がして、はい、じゃあ到着しましたって手を挙げて、これムカつきませんでした。これがじゃあ新型どうなったかっていうと、まあ、これはこれでゆっくり戻ってほしかったなとかっていうのはあるんですけれども、こういう感じでこう固定されているようなハンドルになりましたね。だからこうしとけばこう立ったままになっているっていう、はい、こういったハンドルになりました。いや、廃校機さんどれも共通して謳い文句としてあるんですけれども、私がねあの平均的な身長化っていう問題はあるんですけれども、こう持った時に冷温庫の角度が、まあ、比較的立ってるっていうんですかね、こう自然な感じになった時に、でかつ大型タイヤなんで多少の段差があった時に乗り越えやすいよとかっていう、有利点がございます。あのこれは今大きいやつにしろこの18だ、25にしろ、こういった謳い文句入ってますよ。はい、じゃあ取ってあげてもらって、ここっすね、はい、ドレンコックついてますっていうんで、溜まった水を排出することができます。これはちょっと前からですけれども、ドレンコックの穴が小さいという声があったんでしょうね、水抜きの穴が大きくなりまして、早く抜けるようになりました。ちょっと私どっかの冷温庫の動画で、水抜きはどっちが早いか勝負みたいのをやりましたね。とにかくこの今出てるやつは、全部
水抜きが早くなっているという形になります。次、古代の LED ランプの話。はい、じゃあ蓋開けましょうっていうと、結構白ランプで明るくていい感じなんですけれども、まあ、今3部屋になって LED3 つになるかなって期待してたんですけれども、まあ、残念ながらというか、ライト2箇所ですね。真ん中の部屋はライトなし、まあ、そんなね真っ暗のとこでレオン光使わねえっしょとかっていうところがあるのかもしれない。ライトは2箇所となっておりました。はい、じゃあ次、操作パネルの話ですね。今見ていただいているのは、18リッターモデルのやつなんですけれども、まあ、今ちょっとややこしいかな。はい、じゃあ、まあ今20度と0度にしたぜって言って、これパッと見てどっちの部屋が20度モードか分かりました？私は分からない。あ、ここに書いてあるんだな。 L っていう方を操作しているから、この L の方が動いてるから L が上だ、R が下だ、まあ、レフトライトこれで、いやいや、このさ、こういうの表記やめてよ、こうしてくれよって話なんですけれども、はい、というわけで、こっちですね。はい、36リッタータイプの方は、こういった感じで横並びになって非常に分かりやすくなりましたよっていうのが新しいパネル。これに関しては 10.5 リッタータイプのこれ UL18DD も横並びになったと。今この横並びパネルっていうのは一番ちっちゃいのと一番大きいのだけ、この横並びパネルになっているという形ですね。はい、じゃあちょっとね操作をやっていきますか。どうでしょう、 1,2,3,4,5,6 個、ボタン6個。じゃあ今ここで上押すとどうなんだ。なんかねこの状態でこう押していくと、なんかここだけ下がったり、こうなんかこっちがついてきたりとかね。あ、ボタンの反応早いな。ほら、なんかこう、なんか 2部屋同時に動いたりして、ちょっとわけわかんねえぞってなるんだけど、さ、一緒にセレクトモードっていうのを押して、はい。どの部屋操作しますってやって、まあこう、一個ずつ順番に操作してやる感じかな。だからなんだろうな、このちょっとねあれってなる場面があったりするんで、全部に上下上下上下とかでつけとけば分かりやすいのかなと思ったんですけど、そうするとボタンも多くなっちゃうし、まあ、ちょっと難しいところですね。で、まあ、あの今一番左のモードをこうやって変更してるんですけれども、マイナス18より下ってないじゃないですか。この状態でもう一回限界を超えるボタンを押すと点点点になるんですけれども、これ電源オフってことです。じゃあ逆に今度、上げていきます。20、25、30、35、40って上げていって60度マックス、この状態でもう一回上押すと点点点になるんですけれども、これでオフとなります。だから限界設定を超えた時にオフになると。で今、5秒経つと今何度ですかっていう温度表記に変わるんですけれども、今、オフになってます。8度です、20度ですっていう庫内温度になってます。あとはまあどうなんだろう、これ今雪のマークついてますけれども、おりゃーってしてって、暑い、ここだけ50度にしたな。暑くしとくとここがうにょうにょうにょって言って、なんかこうあの温泉じゃねえな、なんか湯気みたいなマークになってますけど、まあ、ここでね、あの今冷やしてるのか温めてるのかっていうのもなんか分かるようになってます。はい、じゃあ次、今これ60度なんですけれども、このモードで下のボタン、あ、この部屋俺マイナス18にしたいって思ったら、ここ長押し、下ボード長押し、本当はカチャカチャカチャって押せいんだけど、ここをあえて連続長押し、はい、一気にマイナス18に持ってきました。で今ここ0度設定なんですけれども、あ、60度にしたいなって思ったらセレクトセレクトセレクト、はい、一番右の部屋をおりゃ長押しドーン、はい、60度って感じで、長押しすることで、最強モード、まあ、最低モードっていうんで、できるっていう形になってます。はい、次、ちょっとこれまた違う機械見せちゃってて申し訳ないんですけれども、まあ、全機種共通のモードなんで、覚えておいてください。今ここ稲妻マークがこう点滅してるじゃないですか。これなんだろうって感じなんですけれども、ちょっとですね、電源ボタンを長押しすると今点滅してたのが点灯に変わりましたよね。これは 100V 今来てるぜっていうモードなんですよ。通電してるっていうマークですね。これを電源ボタン長押しするとさっきと一緒、はい、
点滅に変わりました。これはですね、自動復帰モードになります。基本皆さん点滅させといた方がいいと思います。なので今電池を抜きましたっていうと、今は電池がないんで 100V で、稼働している状態なんですよ。で今本来運転中にこういう行為は良くないんだけど、あ、停電しました、まあ、いいか、車のエンジン切りましたでもいいですわ。じゃあここに電源供給、はい、なくなりましたっていうと、まあ、当たり前ですね、オフになります。本来であれば電池がここに刺さっていれば電池に切り替わってなんとかでって言って便利なんだけど、まあ、万が一電池が空だったりとか電池が刺さってねっていうと、こうやってオフになるんだけど、はい、じゃあエンジンかけました、復帰、おりゃってやると自動で電源が戻るっていうのがこの自動復帰モードですね、はい、これが今点滅しました。これをやってないと、はい、で今点滅、点灯にしましたね、点灯なんで、はい、電源落ちちゃった、ドーン、はい、電源差しました、ドーンっていうと自動復帰しないというわけですね。手動で入れると、これでうっかり凍ったものが溶けちゃうかもしれない、おとなしく、自動復帰モードに切り替えておけということですね。まあ、せっかくなんで、じゃあまあみんな電池足してるよね、はい、で今車で走ってます、はい、車のエンジン切りました、ドーンってやると、あれ落ちないじゃん、さっき復帰の話したのに落ちないじゃんって言うんですけど、今は電池で稼働してますと。じゃあよし、車のエンジンかけました、ゲン、かけると、充電が始まりつつ、今度はシガーソケット電源で動くみたいな。通じました。ちょっと早足だったんでごめんなさいね。まあまあまあ、結論まとめましょう、ここ今点灯してるけど電源ボタンをまず長押しして点滅にしといてください。まず点滅で、もう一個おとなしく電池1個挿しといてください。2個挿してもいいですけどね、電池挿しといた方がいいですという話です。はい、次、もう持ってる人からのクレーム案件ですわ。全然冷えねえんだけどどうなってんだこの野郎というお話がありまして、改善させたことがありますのでお話ししたいと思います。まずこれ、ここなんか銀のポッチみたいなのがいるんですよ。もうレオン子持ってる人は分かると思う。左右ここと、あと反対にも同じようなとこと、あと今回3室モードになったんで、この真ん中には今反対のこの辺に、今その銀のポッチみたいのがいるんですけども、そいつがですね、この庫内の温度を検知してます。ちょっと今僕が一生懸命こすってたら分かりました。一生懸命こすってたら今9度10度って上がってきましたけれどもまあいいや、そんな感じで検知してるんで、要は冷えねえじゃねえかこの野郎という方に確認しましたら、どうやらですね、その氷的なものがこの検知のここにくっついてたんですよね。くっついちゃってて、この冷温庫的にはまだ0度ぐらいなのに、ここにマイナス18度とかのものがピッてくっついちゃってるから、冷温庫がマイナス18度だと勘違いしちゃってて、運転をちょっとおとなしくしちゃってたみたいなことがありましたんで、この検知してる銀のこのピョコってやつ、ここからはなるべく物を離しておいた方が、設定温度に到達しやすかったりしますんで、まあ、ちょっとその辺、工夫してみてください。はい、じゃあ別売り品の話ということで、はい、じゃあまず一番売れてるバッグ、これはね、冷温庫買ったら皆さん絶対買った方がいいと思う。ここの辺にこう引っ掛けてあげて閉めればもう外れることはないと。あとはこれベロンベロンしてるんで、この下の輪っかみたいのを、まあ、この辺にこう引っ掛けてやると、まあ、こうやってバッグがくっつくと。でこの中に今これ今2部屋モードなんだけど、2部屋使わねえぞと、1部屋にしたいって時にこの板皆さん外して、これどこ置くの、ここに入れましょうよということで、仕切り板とか、アダプターとかを入れておくバッグですね。でこの今見せたバッグなんですけれども、先日というか、まあ、だいぶ前に、DB が DBA マイナーチェンジして、仕切り板がちょっと分厚くなったんですよ。だから、バッグが1回だけ進化してます。今世の中に売ってるバッグは00338853っていうバッグになってるんで、まあ、皆さんそれ買っとけば間違いないです。18リッタータイプと25リッタータイプに対応しているのがこのバッグです。
で注意、近日 10.5 リッターの DD と36の DE、 これは仕切り板の大きさだったり枚数が違うんで、バックが変更になります。だから今度バックが全部で3つになるんですよ。これ気をつけてください。次、はい、これラバーマット、ちょっとビニールに入っててごめんなさい、これ新品なんで。これはじゃあ皆さんキャンプ行きましたって言って土の上ゴロゴロ走らせますけれども、車に積むときに汚れちゃうんですけどっていう人はこれを車に引いとけということですね。汚れ防止のラバーマットでございます。このラバーマットは 10.5、18、25、この3種類はラバーマット共通なんだけど、この一番でかいのだけは今までのラバーマットだと全然収まらないから、今度新型のちょっと大きくなったラバーマットが出ます。しかもですね、ここに廃校機ってデカデカとロゴがね、入るんですけれども、この廃校機というロゴを入れろと言ったのは私でございますね。秀吉さん発信で、部品にロゴが入ると素晴らしい。はい、次別売品ですね、ケトル。ちょっとさっきも話しましたけどね、この辺にこうぶち込んでおいて、お湯が作れますよっていうケトル。注意点としましては、これドリンクホルダーっていう、これも別売り品であるんだけど、ケトルを買うとドリンクホルダーが付属してきます。だからケトルを買った人はドリンクホルダー買わなくていいってことですね。いや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 、ドリンクホルダー1個ふざけんなよと、俺は4個つけてんだというお客様、素晴らしいお声でございます。ドリンクホルダーをたくさん買っていただいても結構なんですが、基本的にはドリンクホルダーここに引っ掛けるのみですね。なんでかっていうと、じゃあちょっとこっち引っ掛けましょうか。こっち引っ掛けられるんだけど、蓋を開けた時に一緒についてきちゃうんですね。ここに入れたジュースがこぼれてしまうと。こっちも一緒、ここに引っ掛けとくと、こう、まあ、ひっくり返ってるのが見えないか、はい、というわけで、全部蓋に干渉します。じゃあこっちはっていうと、こっちはいくらかマシっちゃマシかな。電池ボックスを開けた時だけ、これがこう傾いちまうということですね。まあ、電池ボックスは基本動かすことないんで、まあ、ここ、うん、ここは、開けないからありかなと思います。まあ、基本ここしかドリンクホルダーは使わないもんだと、思っていただければ、つけたい人はこっちもつけて OK。 はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ、これからレオンもデビューするぜって方はね、どれを選ぶのかなというところですけれども、先日 10.5 リッタータイプのこれが出た時は、レオンコ の25とかね、この2機種これを持ってた方たちっていうのは、あ、すごくちっちゃくていいじゃんって言ってこれを2台持ち用として買った方多かったんですけれども、今回36ですよね。25リッターユーザーが36買うかなとか、まあ、その辺は皆様のコメント待ちということなんで、熱いコメントお待ちしております。ちなみに、私はですね、この今4機種出るぜっていうのが全部サイズ感とかが分かった上で、25リッターを、買わせていただきました。キャンプだとかね、移動っていうのを全くしないでね、今玄関で 100V つながれておりますけれども、ちょっとね、私の夜のね、酎ハイ用にと思って、僕専用の冷蔵庫として購入させていただいたんですけれども、購入2日目にして、子供たちに占拠されてしまいました。この冷温、まあ、使ってる人はね、もう存じてると思うんですけども、マジで素晴らしい。家庭用の冷蔵庫っていうのが、大体その冷蔵室、まあ、皆様がそのジュースを冷やしてる部屋っていうのが、大体2度から5度なんですって。で、まあ、私はこれ家で、0度設定にしているんですけれども、まあ、その0度設定で玄関に置きっぱなしにして、まあ、大体家帰ると大体マイナス2度とかっていう表記になってるんで、まあ、設定温度よりもちょっと下がってるかなっていう感じで、ここ連日は子供たちと一緒にジュースをデカビタ C の缶のやつを買ってるんですけれども、これがね、まあ、キッキンに冷えてまして、ね、子供たちも家にある冷蔵庫を使わなくなってしまったと、参りましたね、はい、そんな感じになってますけれども、まあ、ぜひね、自分の夜のビール用とかにね、これを買ってみてはいかがかなという形になってます。
まあ、そのマイナス2度になっちゃってるとかさっき言いましたけれども、あの別に凍ってもいないしシャーベットにもなってないしちょうどいい、キンキンさ具合なんで、あ、俺も同じ使い方してるよとかっていう方いたら、その方もコメントくださるとこれから迷ってる方の、励みになりますのでよろしくお願いします。一応奥様気になるかと思いますけれども、 100V つなぎっぱなしで、大体この3機種っていうんですか、これが大体月800円ぐらい電気代かかるかなとかっていう計算です。まあ、もちろんざっくりですけれども、でこれ今回でかくなったんでこれに関してはもしかしたら1000円ぐらいかかっちゃうかも。まあ、そういった電気代となっております。ちなみに今この動画を公開してすぐ見てくれた方、今7月12日ですけれども、一応20日までこの、DBA と DC っていうこの2機種に関してはちょっと特価でやってますんで、下記概要欄特価貼ってありますんでぜひ飛んでみてください。台数限定でございます。あとちょっともう一つだけ私の個人的な話になっちゃうんですけども、僕今玄関にこれを置いてるんですけれども、皆さんどうでしょう、家に排光器工具あります？僕は今家で、サイクロンクリーナーが室内でしょ、で、これが今玄関にあって、で外で、車で、サイクロンクリーナー使うこともあるんだけど、ブロワー使ったりとかっていうんで、それに伴い皆様充電器どうしてます？急速充電器っていうのもね、家にあると思うんですけれども、あれ 100V つなぎっぱなしに多分してないんじゃないかな。使う時だけ 100V ブスってさして充電してると思うんですけれども、あれがちょっとめんどくさいんですよね。で、僕ん家にはこれが玄関に置いてある。これがね、その充電時間が遅いだとかっていうのはいいんですよ。だって掃除するのはどうせ翌日だから、別に何時間かかっちゃっていいんで、家の中サイクロンクリーナーしましたって言ってその電池をそのまま玄関にある冷温庫にブスって差しておくと充電終わってるんですよね。で車洗車しました、ブロワーでバーって拭きましたって言ってこの電池をここにブスッと差しとけば勝手に充電してくれると。で僕はこの冷温庫を買ってしまったことによりですね、急速充電がいらなくなってしまったという事態に陥っております。はい、というわけで、とにかくまた話がね、要点だけとかって言ったのに長くなってしまいました、すいません。はい、というわけでね、この機会をきっかけに廃校期デビューしたっていう方もいらっしゃるみたいなんで、皆さんも廃校期沼にハマってみてはいかがでしょうか。はい、というわけで、最後もう一個だけ、遠方からのお問い合わせの方、これでかいんですわ。宅急便の規定サイズにね、ギリギリの超でかいやつなんでちょっと運賃がかかってしまいます。ちょっとね、オンラインストアの方でその設定っていうのはさせてもらったんで、クリックしてね、ポン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 って買うんじゃなくて、一回送料いくらかかってるかなとかっていうのも、チェックしていただいた上で、購入してみてはいかがでしょうか。あ、大事な価格の話をしてませんでしたね。はい、価格貼っときます。はい、こんな感じですね。サクッと見てください。いい価格設定なのかな。7月でちょっとね、この2機種が値上がっちゃったっていうのがあるんですけれども、こういった価格設定になっております。色はですね、サンドベージュ、フォレストグリーン、あとなんか米印ついてアグレッシブグリーン、これですね、ありますよってなってるんですが、廃光器公式ではこのアグレッシブグリーン、コーポレートカラーですね、受注生産ですという案内をしているんですけれども、僕個人的には、受注生産って言いつつほぼ作んねえんだろうなと思っております。ね、あんなにコーポレートカラーを大事にしてね、エアダスターだブロワーだね、いろいろ作ってる割には、冷温庫ではコーポレートカラーを捨てたと締めが最悪っすね。はい、というわけで、このアグレッシブグリーンを手に入れたい方は数ヶ月以上、待つ形になると思いますんで、おとなしくサンドベージュか、フォレストグリーンか選んでいただければいいと思います。はい、というわけで、ほぼほぼ要点だけじゃなくて全機種解説になっちゃいましたね。以上、秀下の動画でした。お付き合いありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。